オークウッド駅は、ロンドン地下鉄のピカデリー線の駅である。1933年3月13日に、インフィールドウェスト駅として開設。ロンドン北のインフィールドロンドン特別区のオークウッドに、一致している。トラベルカードゾーンは5に属している。マルチ、イヤーステーションエントリーエグジットフィギュアス。ロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー優勢時、データ、ロンドン交通局。 2015年3月31日閲覧。ハリス、0M、ワッツイン、ANM、キャピタルトランスポート、ピアニッシモ、53、ISBN1 から854142410、ウォールマール、クリスチャン、リーチングアウト、ザサブタレーニアンレールウェイ、ハウザロンドンアンダーグラウンド、 was built and how it changed the city forever アトランティックブックスピアニッシモ229 ISBN 1から843540231ありがとうございます